結城香織と小川健の好きです歌謡曲。はい、皆様こんにちは。結城香織と小川健の好きです歌謡曲第6回目、ナビゲーターは私結城香織と小川健でお送りいたします。というわけで、皆さんご機嫌は麗しいことと思いますが、私実は皆さんもご存知のように北海道の生まれで北海道育ちで、22歳で東京出てきました。なぜ出てきたかというのは寒いからです。昨日あたり母親の方からっていうか、まあ毎日メール来てるんですけど、今60センチぐらい積もってるそうです。旭川寒いんですよね。僕が向こうで体感したのが一番寒かったのがマイナス32度、鼻をクッと片方やるともう凍って動かなくなる。あと濡れたタオルをこう倒すと1、2、3で倒れなくなる。もうパキパキですよね。そういう寒さで、まあこっちの方も今ちょっと寒いんですけども、その寒い中ですね、頑張りたいと思います。今日はまたね、ゲストに素晴らしい方をお招きしております。町島先生です。どうぞーって、もう映っちゃってるんですけど。映ってるんですか、あらまあ、町島先生どうも。どうもどうも、こんにちは。何日ぶり、4日ぶり4日ぶりなんかしょっちゅう会ってるような会ってないな。先日はどうも八王子 FM の祝賀パーティーで、そうですね、一緒にね、本当に実は僕たちあれですよね、FM 八王子 77.5、別々に番組やってるんですけど、やってるんです。ゆきさん土曜日だもんね。僕は土曜日の朝の8時半で、先生が日曜日、僕はもう日曜日の朝8時なんですよね。早いんです。でなんと曲名も似てるんですよね。似てますね。僕が秘密の花園自分のだよ、秘密の花園、先生の秘密のお話なんです。で、春次と奏での秘密のお話ね。そうなの。僕たちは、結城香織と小川夏樹の好きです歌謡曲歌一番という番組なんですけどもね、同じ好きです歌謡曲を向こうはラジオ版で、こっちは YouTube テレビ版でやってますのでね、両方ともぜひ見たり聞いたりしていただきたいと思います。今日はちょっと先生とですね、僕の昔の写真ちょっとさっき見せたんですけど、そう見ましたね。若い頃、僕東京に出てきた頃はローデ行って、まあ、棒やってたんですけども、付き人みたいなんですよね。僕そんなにですね、その頃にいろいろ楽器を教えてもらって、まあ大体できないのは管楽器が僕ちょっと弱いんですけど、あ同じ同じ、他は吹くのダメ、吹くのダメ、でこれは吹けないから、フルートだけは僕、あフルート吹けるの、じゃあすごいじゃん、じゃあ俺より勝ってるよそれとりあえずフルートは、ダンスホールのチェンジの時とか吹いてたんで、でフルート、ギター、ベース、ドラム、キーボード、このぐらいは僕大丈夫なんですよ。であと歌が一番僕最後だったんですよ。あそうなの。そうプレイヤーだったんです僕。でなぜ歌い手になったかって、プレイヤーってメンバーチェンジしても分かんないじゃないですか。そうで結局グループでやってても、ボーカルしか目立たないんですよ。これは歌うしかない。当時はそうだよね、今はねダンスなんかでもね後ろのバックの連中が目立つけど、あの当時はもうボーカルだけだもんね。メインはね。僕がたまたま隣の町 の、 今わらびで撮ってるんですけど、西川口で弾き語りやった時に、たまたまついた先生が、大川先生っていう方なんですけど、その頃なんだ飛びます飛びますのコント55号の曲作ってたんですよ。係長ブルースとかいろいろ。でその後についたのが、名古屋ブルースっていう曲を作った方で、先生の名前なったかなちょっと忘れてたで西川口で僕結構ね、レッスン受けてたんですよね。あそう、西川口のモナコっていうのがあったんだよね昔。モナコってなんだっけ、キャバレーみたいなクラブみたいな、ちょっと広かったね。入ったことあるかもしれない。僕ねちょっと仕事で入ったことあるんだよ。あの辺のね、駅前のね、今パチンコ屋になってるんだけど、確かキャバレーあったのよ、ね、今でもなんかごちゃごちゃってあるんでしょ。ゲーセンの上とか、そう、うん、あの辺にあったもん。あったんですよ。あったあった。あとね昔はホストクラブが全盛だったんですよ、うん、そうだね、ホストクラブは西川口、この辺だったらわらびにもあって、あと大宮あったね、川口結構ね、赤羽かな、まあ、大宮結構いい店あった、ね、で東京のホストクラブはもう全部制覇してるから僕は。あそう、全部入ってるんですよ、ほとんど。へえ。で前回出ていただいた福本さんって、
はいはい、福ちゃんね、福ちゃんって言ってるけども、うん、実は僕の先輩なんですけど、うん、事務所が一緒で、同じようなところを転々と出てたんですよね、うんうん、彼はもうずっとボーカル専門、歌い手専門で、うん、今でも現役でダンスホールなんかで歌ってるんですけども、あ、そう、先生はあれですよね、もともとわらびじゃないんですよね。違うんですよ、僕ね、東京北区、下町、赤羽。あ、赤羽にね、うん、ドラゴンとホストクラブあったあ、そう、僕のね、子供の頃からね、赤羽はね、だからもう物心をつく頃には川口渡ってるの、いいものの町に、いいものの町渡ってるわけでも、僕は昭和49年にこっち来てるから、うん、その前ですよね、その前だね、前ですよね、ちょっとこれ田んぼでひどかったよ、あえてお互いに年言わないけど、うん、言わないけど、あえて言わないけど若干先輩ですよね、うん、多分かなり先輩が分かる、いやいやいや、お互いに年年齢不詳だからそう、年齢はね、もう忘れてるから死ぬ暇もないほど忙しいんで、で今日はですね、うん、ここにかなでさん、以前出ていただいて、この番組のラストにも曲流れるんですけども、うん、秘密のお話、うん、ね、今度12月にまたライブ一緒にやらせて、一緒にやるんですよ ね、うん、先生もやりますよね、え、なんか弾くでしょ、ギター、あ、ギター弾くのいいよ車も弾くけどギターも弾くだって弾き語りっつうんだけど、実はですね、作詞作曲、町島俊二なんですよ、お、なんと、あ、俺のことか人のこと紹介してんのかと思った紹介されるの慣れてないから今日はですね、プロモーションビデオで流しますから、あ、そうですか、ありがとうございます、もうね、ぜひ歌ってください、今度はあれですね、もう弾くのちょっと俺やばいから、うん、弾けないから最近僕弾いてあげるよ、口パクです、うん、まあ、それではですね、うん、この後にじゃあ引き続きかなでさんの秘密のお話を、うん、はい、プロモーションビデオでお楽しみください、はい、どうも、夜更けの電話だあれ寝ついたばかりなのに眠くてあなたの声が遠くなる今夢の中であなたに抱かれていたのよすぐに来てよ待ちきれないの夜が明けるまでここに来てここに来てはったシュビルワジュビルワシュビルワジュビルワ任せたのに夜明けが来る前で背中見せないでそう夢の中であなたに誘われるままにそう連れて迷わせないで夜が明けるまでここにいてここにいてはI'm not afraid to die.
抱かれているのに、いや寂しいのよ、激しく抱いて夜が明けるまで、耳元で秘密のお話いかがでしたか。いい歌でしょ。秘密のお話なんですよ。先生本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。また遊びに来てっていうか、実はですね、先生のスタジオで今撮ってるんで、いつでも出ていただければ、ね、もう本当にいつもいますから、はい、ここによろしくお願いしたいと思います。今日は本当にありがとうございました。はい、どうもどうも、はい、ありがとうございました。どうも、はい、お待たせしました。それでは引き続き高城ゆりさんの登場です。こんにちは、高城でございます。今日はよろしくお願いいたします。それでは高城さん、早速ですが新曲のご紹介お願いいたします。はい、12月13日に発売になります。平塚をというか湘南を舞台にしました。いつも毎年七夕でもお邪魔させていただきまして、お仕事させていただいてまして、急にちょっと曲を歌ってくれという依頼がありまして、今回この運びとなりました。平塚スターダスト、はい、そうですね、はい、じゃあ本人から今ご紹介ありましたけども、こちらですね、早速それではですね、プロモーションビデオでもうピッカピカの、出来上がったばかりのですね、高城ゆりさんで平塚スターダストをお送りいたします。どうぞ。して歩いた「この街で生まれ、この街で咲いた」「恋はなでしこの花」「優しくそよぐ」「明かりきれいで七夕祭り」「そうよ今夜は織姫彦星」「私とあなた」「星を散りばめ」「平塚平塚スターダスト平塚」寄せた頬と頬、白鷺だけが見てた恋の始まりを、つなぎ合った手にあなたのぬくもり、はぐれない様子よく
私も握る甘い吐息に好みを任せ全てをあげたいそうよ今夜は織姫飛行士私とあなた星を散りばめひらつかひらつかスターダストひらつか明かりきれいね七夕祭り指折り待ってたそうよ今夜は織姫飛行士私とあなた星を散りばめひらつかひらつかスターダストひらつかスターダストひらつかでか高城ゆりさんで新曲の平塚スターダストプロモーションビデオでお送りいたしました。というところでフリートークの時間になりました。はい、待ってました。お願いいたします。僕から質問いいですか。せっかくなので、はい、平塚スターダストってちょっと僕こちらのプロフィール拝見させていただいたら、はい、英検2級という博識な高城さん実はご存知でした。ゆりさん僕ね英検3級の僕も3級なんですよ。だから2級っていうとなんだか雲の上のような確か青学だよね。私はもうほとんど3級、2級、1級ぐらいまで一緒じゃないですか。とんでもないとんでもない。違う違う違う。でそんな2級の高城さんスターダスト どうですか。でも歌われてみて本当に今まではちょっと私のない作品じゃないかと思いましてすごく嬉しいですね。こういう歌を歌ってみたかったっていうのが私の直の感想なので、今回の発売は本当にこれから先が楽しみです。はい、どうですか、平塚の方々のご反応とかも、はい、いやもうすごいです。もう多分平塚の大使になるんじゃないかなと思うぐらい、もうそれぐらい意気込んで、はい、うちのスタッフレコード会社も一斉に力を入れておりますので楽しみにしております。もう渾身の一曲になるということで、はい、もう勝手に名刺にね、はい、勝手に平塚大使勝手に平塚大使っていうのをつけてあのね名刺はねだって法律違反じゃないの。だってそれ嘘ばれたらどうするんですか。だって謝ればいいんです。だって平塚の人から訴えられたら法律調べると分かるんですけど、はい、名刺は何の効果もないんですよ。はあ、じゃあどういう肩書きとか何か法的宣言もなくて、はあ、例えば株式会社結城かおる音楽事務所って作って渡しても、はい、法的な罰則は何もない。あそうなん。じゃあもう平塚大使どころかもう平塚スーパー大使みたいな形でもうどう表記してもいいわけですね。最後にクエスチョンつけて結城さん今日私すごく緊張してるのいつもより。なぜかっていうと小川たけるいやいや久々の若い男に見えるジャニーズ系。いやいや私入ってきた時からもう何なんだこれは。いやいやもう顔ちっちゃいし、男に見えるよね実はね、うん、女型なんですよ。あそうですよね。ちょっと女型もさせていただいてて、ないの写真がある。写真がマネージャーが持ってるから、ね、後からじゃあちょっともしかしたら番組の後半で、うん、まあそれよりも高城さんの素敵もう私なんていいです私なんて。いや私結城先生がわー素敵とかと思ったんですけどごめんなさい先生こちらの方に、ね、ちょっとこちらの方に行きたいということで、はい、よろしくお願いします。すみませんやっぱりね若いエキスはねこういただかなきゃちょっとね肌のためにそれがもしかしたら若さの秘訣ですか。そうです、ね、さんのもちろん大事なことですけれどもいろいろとねまあそんなわけでね、はい若い方がいいとそれは誰だって結城先生だってね若い女性がいいでしょう。でもね僕ぐらいの年になってくるとね若い時は年上のお姉さんが良かったの、あでね、さっき年ばらしちゃったけど、はい、ある程度僕ぐらいの年、まあ、お客さん僕のファンなんかでも僕の年知ってる人いるんだけど、はい、最近想像もないのよね。やっぱりこう同じぐらいの年の人の方が
話しやすいっていうか共有できますよね、うん、お話とかいろいろ価値観とかも、あの、ね、うん、あのその気持ち分かります。若い時20代っていうのはすっごく50 40代50代のおじさまに憧れてましたもん、やっぱり。でも今この年になると1個でも2個でも下の若い女性が男性がいいかなみたいな。ただ若い時って僕なんかごちそうになってごちそうさまでしたっていう立場だったんだけど、この年になると自分が出さなきゃダメじゃない。なんか僕もよく美味しいもの食べさせていただいて、いつまでもごちそうに。たけるくんご一緒に、はい、ゆうき先生ちょっとよろしくお願いいたします。お願いいたします。しかも私それプラス飲みますからね、バンバン。鹿児島出身ですから。あ、鹿児島、はい、いいとこですよね、まあ、僕の焼酎ね鹿児島なんですよ。 あれですか、ね、のボトル、はい、拝見させていただきました。なんだっけな、何なんですか、ね、水みたいな、違いましたっけ感じ、うん、なんかこう生きって書いて水みたいな。恵比寿堂。あ、恵比寿堂、メーカー言っちゃったらいいかな、大丈夫だよね YouTube だから素敵なね。でもね、旭川行った時にね、はい、なんだジンギスカン食べに入った店でもやっぱりそこのメーカーのボトルで、お店の名前で、やってるんですよね。そうやってお店の名前とか歌手の方の名前のラベルで、熊本だよね確かね。あ、うん、そうなんです、ね、向こうの九州の、まあ、お酒を要は全国的にラベルだけこう変えて、そうね、結構売ってるんだよ。で、結構やりましたね、やっぱりお土産に、酒造の方にお願いして、作ったやっぱり、はい、やっぱり作りました、お土産でお客様に全部お渡しする、あれで店の家賃払ったの。いいですね結構嬉しいですよね、ファンの方は。飲めない方も置けるというか、うん、お家に、うん、お酒召し上がるんですか。鹿児島出身ですもんね、先生。何おっしゃいます。僕なんかもうほら、酒、タバコ、女、博打、全部やめちゃったから。健全で何よりでございます。楽しみはもう貯金しかないのよ、今老後の老後の貯金私こういうの大嫌い好きじゃないの、全然あ、でもね、お酒飲まないけど、朝も付き合います。あ、付き合いはそれなら好き。朝も大好きだもんね、これね。それなら好き。うん、っていうか、まあ食べる方かな、今は。美味しいものってやっぱり幸せになりますよね。高田さんはお酒の方ね。あ、そうですね。高田君は、うん、僕はやっぱり食べるとか旅行とかの方で、お酒が僕結構ね。そりゃ旅行はだって大好きですよ。あ、本当ですか。もう、うん、いいね、やっぱり、うん、もう暇があったら温泉には結構行ってますね、全国。わかります、ね、それ俺と似てる、そこ。あ、そこ、もう温泉はもう本当に旅行大好きだから、うん、どうしましょう、今度どこかでお二人に会っちゃったらばったり。変な話、お仕事で地方に行かせていただいて、はい、今ね、1日余裕があるとちょっとそれを便乗して温泉に入って帰ってくるという感じですね。おつな楽しみから、うん、俺今月行っちゃうかなと思ってたんだけど、来年あのカニ食いに。どこ？カニ、福井の方。あ、福井の、あれ、今年の最初の越前ガニのほら最初の初うん、ってあれ、はい、1匹いくらだったと思います？60万ぐらい、うん、120万でした。1匹ですか？120万、初競りが。あ、誰が食べるんでしょう。私毎回思うんですが、120万ちょっと出せないな。やっぱりこのゆきさんクラスの方じゃないと。松茸食ったけどね。高いですよ、松茸も。いやいや、今年の松茸は本当に高かったですね。で、味噌汁っていうか、あの焼いて食べて、はい、からご飯にして、で、今朝はお吸い物です。1本しかもらえなかったから。いやいや、でも十分1本食べれるんだよ。すっげえ高かったよ。僕なんてあのお吸い物ですよ、本当に。あれはね、お裾分けしたくなかった、やっぱり自分で食っちゃった。やっぱり匂いから違いますもんね、うん、本当にいいものは、うん、今ね、偽物あるから気をつけた方がいい。本当ですよ。あの松茸の格好して、うん、匂いつけてる。香りだけです、うん、へえ、そうなんですか。僕はでも下町の上野のある商店街だと大体それだからさ。まあそういうところもあるかもしれないということ。まあそういうわけでね、はい、平塚スターダスト、今日はですね、はい、高城ゆるさんをお招きしてね、楽しいトークもどんどん、あの、時間になってきましたね。もう時間楽しいのに、う、早いですね。ぜひまた呼んでいただきたいと思っております。よろしくお願いします。本当に今日はありがとうございました。またね、遊びに来てください。ありがとうございました。ここで私、小川健の最新シングル中野ダンシングをぜひお聴きください。どうぞ。嘘じゃないのよ今夜は、あなた任せの夜なの、甘えてみたいの、
あなたの胸になぜだかたまらなく切ない私です。最終電車も出るわ、気にしないでね。中野あなた知ってる北口通り、中野ダンシング、恋のチャンスはいつもの店で。ダメよと言ってみた私だけど、心の中では酔わせたいあなたを。でもダメ、弱いのよあなたの誘惑が。黙って踊っていてね、溶けてしまいそう。何かいいことありそうなとこ、中野ダンシング、恋のサインはいつもの店で。帰りが辛くなる。黙って踊っていてね、夜は長い。中野言葉なんかはいらない気分。中野ダンシング、このひとときをいつもの店で。中野言葉なんかはいらない気分。中野ダンシング、このひとときをいつもの店で。森本秀夫さんの踊り明かそうよ、かなでさんのふるさとの兄、2曲続けて PV でお届けいたします。どうぞ。踊り明かそうよ、寂しげに星を見上げる君の横顔に心奪われて、そよ風が君の束ねた髪をふわりと溶かして落ちた。恋は突然に、恋は迷い道、誘われ二人の世界。この胸の想いを伝えたいのさ、君に夢中さ。踊り明かそうよ、
映えに浮かぶあなたの姿、まるで輝くヴィーナス、夢のような憂いを浮かべながら微笑んで僕を惑わす。恋は燃えるように恋は赤いバラ、誘い誘われ、朝まで二人見つめ合う目と目に愛の炎が灯る、君に夢中さ踊り明かそうよ。突然に恋は迷い道、誘い誘われ、二人の世界、この胸の想いを伝えたいのさ、君に夢中さ踊り明かそうよ。
て資料全待ち石田の滝ゆうきかおると小川たけるの好きです歌謡曲第6回、以上で終了させていただきます。今日はですね、ゲストに高城ゆりさん、町島俊二先生、はい、そしてプロモーションビデオで出演していただいたかなでさんでゆうきかおるに小川たける、それでは皆さん次回までさよなら。はい、さよなら。知らずに生きてきたかわいそうな女を知りました。ひとりねの夜も寂しくはない、あなたに抱かれる秘密があれば戻すことができるのです。